の誰ですか？おやおや、若いのにそんなに泣いてどうしたんだい？僕の作品見に来た人たち、みんな他の作品見に行っちゃったんだ、うん、なぜだと思う？わからない。俺の作品が一番だと思ってるから、なんでみんな他のとこに行っちゃうのか全然わからない。君の作品も素晴らしいけど、もっと素晴らしい方がいらっしゃるのを知っとるか？もっと素晴らしい方？うーん、僕が一番じゃないの？俺の作品からは俺の自信が溢れてる。俺の喜びというかプライドが全部溢れ出てるはずなんだ。君を一番に大切に思ってる方が、喜んで作ってくださった方がいるってことを知っとるかな？僕のことを作った人？あなたを作ってくださった方、匠がいらっしゃるんじゃ。この僕を作った匠？うーん、僕が自分で自分を作り上げていくんじゃないの？うんうん。その匠って一体誰のことなんですか？それはあなたの全てを愛し、あなたを作ってくれた神様のことじゃな。神？そう、この全てを作り、私たち人間を愛してくださった匠である神様のこと。愛して作ってくださった匠が神様？そう、その神様を知ることで、あなたの作品はもっともっと輝くに違いない。そうなんだ。じゃあ僕もっとその神様のこと知りたい。そのためには一つ捨てなきゃいけないことがある。捨てないといけないこと？そう、それは自分。自分？自分のことを捨てるの？そう、自分が持ってるもの全てを脱ぎ捨てる。それが大切なことじゃ。お前さんにこれを知ってほしい。今までのお前さんを脱ぎ捨てるために、先に全てを脱ぎ捨てた方がおられるんじゃ。自分自身を捨てた方がおられる。それが匠の一人子イエス・キリスト。それほどにお前さんのことを愛してくださっておられる。お前さんのプライドも、お前さんの一番と思ってることも全部脱ぎ捨てることじゃ。そうか、わかった。もう自画自賛してる俺なんか違う。俺が一番なんかじゃない。中心も俺じゃない。プライドも誇りも自信も俺じゃない。違う、俺石油屋は匠なる神に愛されてる。